다음은 민낙공원대 현본부 의장 정경진 의장님 이사 말씀을 드리겠습니다. 여러분 안녕하세요. 안녕하십니까. 団長からもお話がありましたように、今毎年防護施設韓国人の記念行事に、韓国人も日本人も一緒に参加して、こういう行事を行うということは、私も新定住者として考えてみると過去のことばかりを、いろいろ追求することじゃなく、過去を知った上で未来に対しての日本と韓国の関係を新しく築き上げていく、そういう部分を勉強するための集まりだといつも思ってます。毎年同じことも繰り返して、私も話すこともありますけども、いつも昨日学生からも報道特集を見てくださいと、 山口のところに、乗船人が、本当に私も初めて見ましたけども、海の下の炭鉱がありまして、そちらが水没されて 180人 という、水没されて、今も未発掘だという、生存者ももちろんなかったと思いますけども、そういう部分がいっぱい残されて、もちろん昨日報道特集では日本人もまだ 世界で戦死したり、行方不明になった人がまだ戻されていない、また発掘もできなかった、発掘も発見できなかった方もいっぱい残されているという部分は、日本にとっても、また被害者であった韓国にとっても、お互いにいいことは一つもなかったと思うんです。昨日私またテレビで その報道特集の最初にですね、搭乗自動機的影響戦犯という部分で死刑されて、遺族に遺骨が戻されず、アメリカによって太平洋に全部散らされたというような部分も初めて知りました。もう日本人も初めてだと思いますけども、それがアメリカによって防空省が発掘されて、それが発表されたことだと思いますけども、 私としても本当にいつも日本に来て32年になりますけども、こちら9年間熊本で滞在しながら、自分が勉強している日韓の歴史がかなり大きなものがあります。毎月日韓のですね、歴史会を開いて勉強会を開いて、今やっているのも、やっぱり若い人がだんだん日韓の歴史を 忘れていく、また経験者がたくさんいたが、今は75年以上も経ってて、ほとんどが今亡くなりつついらっしゃいましてですね、その生存者もいなくなって、本当の生々しい歴史も全部忘れかけているところで、毎年私たちがこんなに少しでもですね、勉強会を開いて、また日韓の交流会を通じて、 先日、こちらの明治防護のですね、取材もありまして、私も阿蘇に住んでいますけれども、阿蘇でもうその甲斐さんという方がですね、ずっと韓国の最後のですね、民美という、日本で言えば天皇の王妃でございまして、 それを日本人によって殺されたと、それも48名の中で20人が熊本県出身だったということをもう一回知らされてですね、なんでこんなことが起きなければならなかったということをですね、感じたこともあるんですが、それでも日本の先生たちがずっと毎年韓国を訪問しまして、謝りをすると、 それで戻ってきて、もう一回、民団でこういう反省会をするということを聞いて、私も韓国人でありながら、また自分が知らなかったことに対して反省をしながら、それも日本と韓国がどうすれば未来を
うまく開き直ってですね、開拓していけるか、新しい未来を持っていけるかということに対しての研究であって、過去のことに対しているこだわりではないと私は思っています。ですから今のところ皆さんも、学習してですね、まあ、日韓関係が政治家によって悪いことがいっぱい、続いておりますけども、我々は民間として、知ってる、知らなくて、政治家たちに洗脳されるより勉強して、自ら客観的な判断をして、合流ができて新しい未来ができれば、合流今日の意味があるんじゃないかなというように思います。本当にこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。감사합니다。それではですね、今日はお忙しい中ご出席いただきました LINE の方々をご紹介いたします。まず大韓民国婦人会熊本県本部会長金吉元副会長、감사합니다。それと今日後ほどこれが終わってからですね、特別講演会がありますけれども、わざわざ大牟田の方からお越しいただきました在日コリア大牟田代表吴勘軍先生、そして毎月ですね、民団の方で先ほどお話がありましたように、日韓交流を考える会を講師いたしまして勉強会があるんですけど、その勉強会の会の皆様と代表が各先生でいらっしゃいますので、8名ほどご参加していただきました。ありがとうございます。あと、日韓トンネルを推進熊本県民の会の代表の佐藤先生と奥様、ありがとうございます。で、奥様は南北統一を祈願する日本人の会を代表してみていらっしゃいまして、韓国のソデブ刑務所の方でだいぶ前からですね、日本からはお越しになる旅行とか学生を相手に、そこでボランティアの通訳を随分前からなさっていらっしゃいまして、韓国現地のテレビの方では KBS でも私も多分2回ほどは見たことありますけれども、ずっとその活動をされていらっしゃいます。あとはその皆さん手元にある資料の中には帰結文とか帰結文とかスローがありますけど、これは今日は省略いたしますのでよろしくお願いいたします。小樽のご紹介でございますが、婦人会長よりビール1箱をいただきました。ありがとうございました。で、民団の議長よりビール1箱、ありがとうございます。それと、先ほど日韓トンネルの、県民の会の佐藤先生より金一封をいただきました。ありがとうございました。で、また日韓交流を考える会の、各先生代表各先生より金一封をいただいております。ありがとうございます。今日は今から勉強会がある関係でちょっと一部を大分省略しております。で、今日はこのコロナの中でだいぶ熊本方も出ておりまして、で、実は今日8.1号はですね、2階の方で韓国の三元旦鶏、避難の鶏ですね、それを準備をする予定だったんですけども、コロナ関係で食事会が控えといいということで、皆さんお帰りの際にですね、三元旦を自宅で召し上げるように用意いたしますので、ご覧になってください。それでは今日はこれをもちまして一部は終わりにいたしまして、これから、ちょっと準備しますので、早速講演会が始まりますのでよろしくお願いします。감사합니다。